戦場閣は、広島県八日市市の五福島にある神社建築であり、五福島神社抹社報告神社本殿の通称である。畳857枚分の広さがあることから、戦場閣と呼ばれるようになった。豊臣秀吉が、戦武教を独唱するために、天正15年に発願し、暗黒寺家系に明治混流した本、河原吹入りもや作りの大共同。 秀吉没後は天井の板張りや建造物の外交など完成を見ないまま現在に至る。なお、宝国神社の社号は秀吉が死後に神として崇められるようになった信号である宝国大明神にちなんでいる。1872年に秀吉霊神を祭り宝国神社と改称した。1918年に宝山神社の祭神、加藤清正霊神を行使する。 戦場各横の五十頭は、神仏分離令後、島内の仏像は、対岸寺に移され、五福島神社抹茶報告神社の付属建造物、五福島神社五十頭として、五福島神社管理となっている。1996年12月に、世界文化遺産、五福島神社の構成資産として、五福島神社抹茶報告神社、五福島神社五十頭が登録されている。前日の通り、 報告神社の祭神は、農民から天下人にまでのし上がった、と臣秀吉である。そのため、出世のご利益があるとされる。秀吉は、小田家随一の、人たらしとも言われた武将で、信長から、中国地方の計略を一任されていた。この時、中国地方のほとんどを、調略で三加に収めており、兵力を損ねることなく、降伏させる形で手中に収めている。 以上のことから仕事の人間関係の向上、単に人間関係の向上やそこから派生する幸運将来、良縁将来のご利益があるとされる。戦場格の見どころの一つが電車の中にいくつか祀られている特大車文字である。宮島は古来木製車文字の日本一の産地である。宮島の車文字は かつて島内に居所した受け馬という僧侶が広めた産業だが、後に、五島神社へ参拝する人々によって、しゃもじが日本中に広まり、いつしかしゃもじでご飯を救い取るが、勝利を救い取るとされるようになった。巨大なしゃもじは、戦勝祈願で奉納されたものである。天正15年、豊臣秀吉が戦没将兵の慰霊のために大共同として、建立した。 秀吉の死により工事が途中で中止され、板壁も天井の板もない未完成の状態のままとなっている。明治初年の神仏分離により、行起作と伝えられる本尊の釈迦如来座像、阿南尊者像、歌唱尊者像は、対岸寺に移され、五福島神社の末社として、豊臣秀吉霊神を祀る神社となった。大正7年に、宝山神社の祭神の加藤清正霊神を合志した。 ありがとうございます。